お、お、開く開く開く。開くぞ、ミント。あ、ミント壊れますね。ハンマー作ると。ちょっと、なんか来たぞ。なんだこいつ。なんだこれ気持ち悪い。なんだこれ気持ち悪いんだけど。これ何？あ、いて！画面の前の皆さん、どうも、ゆうきと申します。グラウンデッド、本日もやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。今日はね、体験版です。今日も体験版です。で、今日はね、女の子をちょっと選択してみました。まあ、キャラがね、4人いるんですよね。4人いるんで、女の子がいるんですけど、で、前回ちょっとね、ゲーム音がちっちゃかったかなと思って、今回ちょっと、ゲーム音を上げてみましたけど、どうでしょうかね。前より多少聞こえてると思う。音楽とかでほとんど聞こえなかったと思うんですよね。で、まあ、ほとんどね、一人称なんで、男でも女でもあんま変わんないと思うんですけど、マルチプレイでね、他の人とやるときは、キャラのね、雰囲気がわかると思うんですけど。でね、今日はじゃあ、この体験版、30分しかないんで、やっていく趣旨を説明したいと思います。それはですね、なるべく、行けるところまで行ってみようっていうことですね。なるべく行けるところまで行って、このマップ、まあ庭なんですけど、これ庭らしいんですよね。多分ね、どっかに家もあるんです。家の外壁も。まあ、そういうのを見つけられたらいいかなと思ってやっております。まあ、なかなかね、時間が足りないんで、難しいとは思うんですけど、はい。アックス。アックスはいらないよね、多分ね。建築をあんましないと思うんで、まあ、なので、ちょっと槍を作ってね、まずは、まあ、攻撃力的なものを上げて、あとは、防具とかもね、作れたらやっていきたいですね。前回はね、家を作ったりしたんですが、今回はちょっと、そういう感じでやっていきたいですね。待って。防具がまだあんまないのかな？これなんだ？これ防具っぽくないですね。まあいいや。まあ、とりあえず進んでいきましょう。ハエが来ましたね。ハエがね、うるさいんでね。ちょっとハエはどかして。お、これはなんだ？これランドマークを見つけていきたいですよね。お？アイスキャップス。あ、ミントみたいな感じですかね。でかミント。邪魔だおめ。ミントっすね、これね。ミント、これ開けれないのかな？アリちゃん。あれは有効的ですからね。攻撃しない限りは攻撃してきません。これ開かないの？お、開く開く開く。開くぞ、ミント。あ、ミント壊れますね。ハンマー作ると。ちょっと、ハンマー作ってみようか。マジで。こんなこともできるんだ。あと石が2個。楽勝っすね。ちょっと待って、その前に。お、まだなんかあるぞ、あそこに。ちょっと先にじゃあ、ちょっと石を。ミントを割ってみましょうか。この巨大ミント。巨大ミント割るとどうなるんだ？はい、ハンマー作りました。これで巨大ミントが割れるはずなんで、ちょっと割っていきましょうか。あ、レベル2だ。ハンマーのレベルが2にならないとダメなんですね。なるほどね。ちょっと迂闊でしたね。仕方ないですね。じゃ、とりあえずちょっとあの施設を見に行きましょうか。これはなんだ？あ、これなんか前回見つけたかな俺これ。ちょっとあんま覚えてないですね。これはなんかの機械。お。押せた。おーおー、なんか光出たぞ。お、なんだこの装置。お、家あんじゃん、家。あれ家っすね。ちょっと家の方向かってみましょうか。ちょっと家の方を向かいつつ探索していきましょう。キノコをね、今回は食べ物にして。なるべくキノコをいっぱい集めとけば、空腹はまあなんとかね、しのげるんで、ちょっとね、虫を焼いてる時間はね、前回ちょっとアブラムシのステーキを作りましたけど、ちょっとあんまりね、時間がないので、なるべくキノコで腹は満たしていくと。あと水がちょっと減ってきてますね。この辺に雨水がしとしとしてるはずだが、草にね、くっついてるんですよ、雨水が。
まあまあ珍しいものがないですね。あ、これ天体望遠。飲みか。違う、左に、左に、左に。オッケー。天体望遠鏡につながってますね。これ家の方になんかあるんじゃないか？はい。左倒して。あ、かじってる、かじってる。ええー、これなんだろう。これ登れる？まさか。あ、これ登れますね。この天体望遠鏡をうまくやれば。左がなんか食べてますね。ワイヤーを食べる。左ってワイヤー食べるんだ。勉強なので、もしかしたら本当に。危ね。危ね。やべ、これ落ちたら死ぬのかな？落下死みたいな概念があるんでしょうか？ちょっと待って、これ3人称にしよう。怖え。いや、めっちゃ怖い、これ。ちょっと待って。え、これ以上いけないじゃん。マジ？これミスったかな、俺。え、でもさ、ここまで来れるってことはいけそうだが、こっち飛び移れるか？あ、ダメだ！あ、で、やっぱ落下死するんですね。落下死はすると。なるほど。どこまで行っちゃったんだろう。あ、すぐ近所ですね。意外と近所で死んでましたね。よかった。キノコ取って、左にジャンプでかわしつつ、あ、ここか。結構近かったんですね。あ、家結構近いんだな。で、あ、いて、間違えた。あ、いて、左にうざ。うざ、左に。オッケー。もしかしてこの回線をきれいにしないと、あれがうまく、なんか性能を発揮しないとか、そんな感じなんですかね。暗くない？やば、暗っ。ちょっと待って、これ超暗いんだけど、松明。松明あるはずなんですよね。松明。なんか来た。え、見えない、見えない。ちょっと、ま、マジ見えない。やばい、見えな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 い。あ、なんか水入っちゃった。あ、ちょっと、見えない、見えない、こっち、こっち。危ない、危ない。しかも体力がない。ちょっと待って、マッシュルーム食って体力を全開にします。よし。オッケー。松明作んないとダメっすね。見えないっすね、あそこね。あ、ありか、びっくりした。あげる、それ、あげる。松明。あー、松明がまだつけないな。お、強そう、これ何これ。すごいじゃん。スピルグ。松明が作れないですね。じゃ、とりあえずちょっと家の方向かってみましょうか。あれ、明らかに家ですよね。うわ。マダニか。左じゃねえや。俺、左って言ってたかもしれん、ずっと。マダニー。え？これ、入れるのか？あ、家の入り口ありますね。これは新発見です。やば。これ敵だ。やばい。このとこ殺されたくない。いて、なんか食らったぞ。よし。お？段があるから上がれないですね。なかなかこれは難しいのか？家まで行くっていうのはなかなか難しいのかもしれませんね。あ、段があるね。やっぱちょっと、高さがあってまだ行けないんでしょうね。まあ、そもそも体験版ですからね。ちょっとこの家の、まあ、何ですか、軒下っていうんですか？ちょっと行ってみましょうか。あんなバケツがありますね。これでかいバケツですよね。要するにね。これは何かあるんでしょうか？このバケツには。これなんだ？チョコレート？チョコレートなわけないか。泥が入り乱れている。お、なんかあるよ。なんかお宝みたいなのありましたね。お、なんか隙間が空いてるぞ。これいけるか？お、いける。あ、この隙間いけるが？あー、ここには何もなさそうですね。家の下。これ家の、軒下ですよね。いけそうで何もないと。なんかありそうだが、ちょっと家のこの外周を回ってみましょうかね。なんかあるのかもしれない。もしかしたら。
こもないですね。まあなんかこの冒険する感じ、お、何これ、怖っ。え、これクモ死んでる。うお、寝てただけだった。うお、ちょっと待って、いてててて、嘘でしょ。どこまで行ったのあれ。360、まあ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 、うそー、寝てるだけだったのあれ。どう見ても起きてなかったでしょう。いやマジ、普通に死体かと思った。死骸かと思ったんだが、とりあえずアイテムを回収しに行きましょう。意外と3人称の方が、なんかあの、移動の時、移動ムーブはこっちの方が楽かもしれないですね。やっぱね、視界が広いですからね。攻撃はやっぱり1人称の方がしやすいイメージでしょうか。ん？あ、プエーってあれですね。スタミナがなくなった音ですね。音どうでしょうかね。アーリーアクセスに向けて音をね、体験版で調節するっていうのは、ありありのありですからね。お、すごいすごいすごい。ここすごい。貝割れが。貝割れ半端ないぞ。なんだこれ。貝割れゾーンじゃないですか、ここ。怖いなぁ。クモいない？あ、寝てるわ、あそこで。あいつあそこで寝てるんですね、クモはね。よし。じゃ、テイクオール。よし。オッケー。ここのキノコがめっちゃ気になりますよね。こんな生えてると。こんな生えてると、この、えのき、すべて欲しく。うお！動き出したんだが、あいつ。マジか。だが、止めらんねえ、えのきを集める、この俺の手が。止めらんねえ、俺の手が。止めらんねえ。全部取るまで止めらんねえ。オッケー。やばい！あ、いてえ！ちょっと待って。足速くない？この雲もしかして強いのか？多分もしかしたら通常より強いだろう。なんか普通の雲は走ると逃げ切れるんだけど、あいつ結構レアモンスター臭いな。あいつやりてえな。ちょっと家なんかどうでもよくなってきたな。俺の死にゲーのこのね、普段死にゲーの、まあ死にゲー実況者とね、勝手に呼んでますけど、死にゲーをやってるだけあって、やっぱこういうなんか、絶対勝てない戦いに勝利したくなる、やっぱ節がありますよね、少し。勝ちたいですね。どっかしらに勝つね、あれがあるんですよ。地の利を利用したりすれば。ゲームってそういうもんだから。ちょっと挑んでみるか。なんか段差の上からつつけを倒せそうだな。なんて言ったって槍があるから、段差からリーチを生かして戦うみたいな戦い方でいけるんじゃないか。ワンチャン。まあ、攻撃力強いって言ったってね、いわゆる食らわなければいいんですから。よし、行くぞ。よいしょ、よいしょ。とりあえず、まず回収して、ちょ、もう時間ない。あと17分しかないわ。どこ？あそこか。あいつ完全に起きてんじゃん。このキノコの段差を利用できないのだろうか？このキノコ乗れないの？ここ乗れるよね。でもあの雲さ、こっち来たら多分気づくんだよね。完全に。ここのキノコはダメか。ここ高いか、ちょっと。あ、ちょっと高いな。ここダメだな。ここダメっすね。ちょっとキノコ、あのチビキノコでなんとか対応できないかやってみましょうか。来る、絶対来る。来る、絶対来る、絶対来る。ちょっとね、ちょ、怖い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 、ほんと怖い。こっちのキノコは？どうなんだろう、これ。危ねえ！危ない！あー、ダメか！ダメか。やっぱ無理っすね。無理っすね。ちょっとあれは手出しちゃダメっすね。いやー、ちょっと無理か。
なんとかやりたかったっすね。 いや、あれ無理っすね。やっぱもう、なんていうの、突進攻撃が普通になんかちょっとまだよく分かってない。どれぐらい突進していくんだろう、あれ。まあ、構えてからちょっとラグがあるのは分かったんですけど、何にしてもあれ、多分食らったら即死だ。即死なんだよな。無理っすね、あれはね。やっぱりちょっと、いや、でもなんか倒したくなっちゃうんだよな。あと15分しかない。15分しかないからちょっと移動しましょうか、さすがにね。これがね、アーリーアクセスだったら、カットゴリゴリ入れてね、あいつと、もう、20戦近くでも戦うんですけど、僕は。ちょっとさすがにね、体験版で時間が限られてますから、ちょっとここは移動しましょう。仕方ないですね。まだ向こうの方行きたいですもんね。家のこのヘリのこっち側。なんかあるかもしれないからね。探検に重きを置きましょう、今日は。てか、いねえじゃん、あいつ。なんだよ。恐れをなして逃げてったか。いなくなったな。まあ、仕方ないよね。じゃあ、こっち行きましょう。お、これはなんだ？釘か。特に、これといった、あ、釘でも結構出てるな。これを伝って上に登っていけるみたいな。さすがにないか。こっちの奥には何かあるのかな。もう家に入れそうなんだけどね、いつかね。お、なんかコンセントみたいなのが刺さってますね。これ何をつないでるんでしょうか。お、なんだ、シロアリだ。シロアリ来ましたね。あいつも結構凶暴なんですよね。このコンセントはどこへ繋がってるんでしょうか。ん？怖いな。あいつも割と攻撃力高いんですよね。シロアリも。あ、来た来た。来たな、来たな。ああ、やべ。やべ、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 ちょっと待って。一人称戦いづらい、本当に。危ね。ちょっと待って、ちょっと待って。じゃあ1人称じゃない、3人称と戦いづらい。まあいいや、ほっとこう。これどこ繋がってんだろうね。おお、こっちか。おお、おお、すごい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 。すごい伸びてる上に。あ、これちょいけねえわ。来たな。おっ、あ、強い、まずい。危ねえ、マジで。マジ危ない、マジ危ない。マジやばい、シュ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 、回復回復。うわ、クモいるし。やっぱさっきのクモより強いな、絶対。だってさ、色がさ、黄色いじゃん。さっきの黒かったっすもんね。いや、めっちゃいる、ここクモ、やべ。いや、これやばい、これやばい。マジか。普通のクモは多分ね、走っても逃げられるんで。何？おっ！スタミナの許す限り。本当に死ぬ、本当に死ぬ、ここで死ぬのは無理、本当に、ここで死ぬのは本当無理。体力、っていうか、戻ってきたくない、もうここまで。本当に、本当に、本当に勘弁して。本当勘弁して、怖っ。マジ怖っ。なんだ？なんか来たぞ。なんだこいつ。なんだこれ気持ち悪い。なんだこれ気持ち悪いんだけど、これ何？あ、いてえ、なんかケツからなんか出たぞ、あいつ。うぜえ。うぜえ、マジ。どこまで行った、俺。592メートル。ちょっとこれはもうあれ、回収無理ですね。回収不可能っす。違う方行きましょう。仕方ない。じゃあ、家がそこにあるから、家と逆行ってみましょうか。ちょっとあれは無理ですね。ちょっとあの辺強敵が多いですね。もうちょっとあれですね。装備を整えていかないと、もう多分進めない範囲の敵がいっぱいいましたね。仕方ない。ファイバー。作って。OK。槍だけ作っとかないとね。せめて。これをクラフトして。なんかね、もう慣れたもんですよね。本当に。普通にクラフトは慣れたもんですね。じゃあ、こっち行ってみましょう。ミントの方から、こっち行きましょうか。あと10分もあるからね。言うて10分ありますから、全然余裕ですよ。で、ここにも、
天体望遠鏡のなんか欠片があると。あ、なんかあそこにもなんか建物ありますね。ちょっとあそこ、やば。あ、ばいばい、怖い怖い怖い、雲いた雲いた。ちょ、待って待って待って、来てる来てる来てる。こ、雲ゾーンじゃん。やばい。めっちゃ音する、めっちゃ音する。やばいやばいやばい。ほんとやばい、ほんとやばい。ほんとやばい、ほんとやばい。あぶね。来るか、来るか。ガードしながら。あぶね。乗っかってきた。あぶない。これはまずい。走って走って走って。死ぬ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 。怖。怖すぎる。怖すぎる。なんか食べてる。ちょうだい、これ1個。なんかよくわかんないけど、ちょうだい。いや、怖すぎる。雲、マジ無理なんですけど。え？あ、あそこにも建物。あ、でもだいぶ遠い。あ、あそこか。あ、あれ家か。こっちか。うわ、カメムシゾーンだ。カメムシマジ強いから。あのね、臭いね、匂いでね、スリップダメージみたいな、毒ガスみたいなの出してくるんですよね。あ、でもなんかあるね、あそこにもね。あれはなんだ？なんかありますよ。カセットテープかな？カセットテープっすね。やばい、お腹が満腹じゃないから体力が自動回復しない。これまずいぞ、非常に。カセットかな？カン。カセットテープで合ってる？これ。ビデオテープ？なんだろう、これ。ビデオテープかな？なんでこんなとこに？あ、なんかありますね、あそこに。塔。あ、ランタンか。あ、これエンドゾーンか。あ、これエンドゾーンっぽいですね。これ以上いけないんでしょうね。あ、いけた。え？いけるよ。コンストラクターって書いてある。なにこれ？いけんの？え？これエンドゾーンじゃなくて？どこまで行けちゃうの、これ。すごい行けるけど。でも虫がいなくなった、ほとんど。果て？世界の果てがある。いやいや、いけるな、普通に。ただ引っ張ったっただけか。お、虫眼鏡。ほう。虫眼鏡ありましたよ。このとこに。これなんかあれかな？太陽が出てるとき来ると、なんか燃えたりしちゃうのかな？こっちも気になるね。この石のなんか、石段みたいなのなんだろう、これ。あ、でもこ、これはあれかな？木のテーブルか。外でね、なんか、みんなでサンドイッチ食べたりするやつか。こっちはなんだ？こっちはやっぱり段があっていけないんですかね。それ以前に、そろそろ空腹と水がやばいですね。キノコを拾ってくればよかった。さっきね、全部落としちゃったから。こっちはもうなんもないのかな。うわ、なんかアリが。え、アリ何これ。やば、アリ。地面に埋まっちゃってる子いる。あ、ここは段になってていけないですね。やっぱり段があるといけないんでしょうね、これね。これ綺麗な段ですね。こっちは何だろう。こっちはなんか煙が出てないか？これなんだ？煙が出てるが？煙ゾーンですね。なにこれ。おおお、なんだこれ、なんだこれ、毒ガス？なんだろう、これ。殺虫剤かなんかなのかな。なんか、毒ガスゾーンですね。あそこはダメですね。生き物が住める場所じゃないです。もしかしたら殺虫剤な気がします、俺は。ふむ。なるほど。虫たちからしたら殺虫剤とか、あっち系はあんな毒ガスゾーンなんだな。お、すごい。めっちゃ追っかけてんじゃん、こいつ。追っかけられてるよ。逃げろ、逃げろ、お前。振り返ってる場合じゃないけどな、普通に考えて。じゃあこっち行きましょうか。ランタンゾーンに戻ってきたんで。ふむ。このテープのとこだね。こっち行ってみましょう。このテープは何なんだろうね。
なんか理由がありそうですけど、これはこれで。アンダーコンストラクション。やっぱそうだよね。アンダーコンストラクションって書いてありますね。なんか、何かあるんだろうな。このテープもきっと。ほう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 。今のところ体験版だから意味がないとかね。ありそうっすよね。こっちは何だろう。お、すげえ、でけえ。木のテーブルと多分椅子だと思うんだけど。やっぱこうやって見るとでかいっすね。めちゃでか。でか。でかいっすね。飛び越えて。あそこなんだ。あそこにもなんかあるよね。ちょ、そろそろ腹がやばいんだが、腹が減ってきたぞ。水はいいとして腹が減ってるぞ。途中ちょっとね、雲とかね、なんかいろんなわけわかんない。絡まれちゃいましたからね。お、これこっち行けるのか？ちょっと待って、これ飛べるか？行けた！オッケーオッケー。多分こっから上がれるだろ、これ。よっ。よいしょ。なんかフォレストとかよりは長く走れますね。フォレスト結構走れないんですよね。これなんだろう。倉庫？入れないですね。でも絶対これ入れるようになりそうですけどね。ね。夜になってきましたね。体験版が終わりそうです。これ登れないの？ここから。登れないか。いやー、家の近くまで行きたかったな、もっとな。体験版が終わってしまう。寂しい音楽が流れるんですよ、実は。これ皆さんね、前回聞こえなかったと思うけど、腹も減ってます。いやー、俺の冒険は、今回の冒険はここで終わりなのか。なんとかあそこまで行きたかった、俺は。アリンコゲル。おう、じゃあな。あと3分です。行けるとこまで行きましょう。せっかくなんでね。登れない。登れた。おお、明かりがついた。あ、こうやって見ると結構見えますね。ちょっとぼやーっとしてるけど、視界が。やば。いや、ちょっと待って。ちょっと待って。こんなとこで落下。いいです。こういうゲームでも落下シーン発動するの。あ、これ何なんだろう。これすっごい気になるね。このびっくりした。なんかやってるわ。こいつ強いのかな。最後にテントウムシと戦ってみる。強いのかな、テントウムシね。強そうだな、テントウムシ。普通に最後テントウムシと戦うわ。ちょっともう全然関係ないけど、草だけだ。草。普通の草がない。地面に生えてるはずの。おい、それがないと作れないぞ。あ、そうそうそう。あ、ただただ、これで。やばい、1個しかない。もう1個。もう2個。よし。よし。これでいけるだろう。よし。テントウムシと戦ってみよう、最後。あと2分あるから。どこ行った？いた。よし。怒ってる。ちょうどいい。よし、いけるぞ。ちょっとかわいそうだけど。たまにはちょっと戦わないと。来た。怒ってる。え、テントウムシ勝った？勝ったくね、テントウムシ。テントウムシってこんな硬いの？勝った。ごめんよ。うわー！一発！強、テントウムシ。テントウムシ強。あ、なんかアイテム全部残るんだね、落ちたやつね。こんな優しいイージーモードなんだ。普通ね、なんて言うんですか、更新されちゃうじゃないですか。一番古いのがなくなって、ね、新しい方が落ちるみたいなシステムだと思うんですけど、結構優しいですね、ゲームシステムがね。落ちがった。ビビビッする。あと1分だよ、つってる。いやー、このビームは何だったんでしょうね、このトラクタービームはね。なんか、伸びてるか？これ絶対なんかありそうだよな、ゆくゆく。ここにビーム当たってないじゃん、あそこに草があるせいで。このせいでなんか進まなかったのかな。ほら。
ここに来てないですよね、電源がね。こう伸びるはずなんでしょ？こんな感じで。いやー、これもちょっと気になりますね。いや、実に製品版が非常に楽しみですね。どうなっていくかわかんないですけど。やっていくうちにね、なんか、まあ、もしかしたらこの主人公たちが、なぜ小さいのかも判明するかもしれないですもんね。楽しみですね。次はもうアーリーアクセスになると思います。ほんじゃね、皆さん。グラウンデッドでした。ありがとうございました。それでは、お疲れ様でした。満了でございます。またね。